皆さんこんにちは、アルファアドバイザーズです。今日はですね、中国語に関しての動画です。最近アルファにも非常に中国語を勉強したいとか、まあ、中国への留学っていうお話も、今はちょっとコロナでこう皆さん控えてる部分もありますけれども、将来的に中国でビジネスをしたいとか、お仕事で中国語を使う機会があるから中国語を学びたいっていうご相談も非常に増えてます。でやっぱり英語というのがこう今は話せて当たり前だよねっていう形に、特にトップ層とかトップ企業では就活でもシフトしてきてますけれども、やはり中国語を話せる人っていうのは非常に稀有なんですよね。で、まだ差別化のポイントにも非常になりますし、キャリアのオポチュニティもかなり増えるというところで、ぜひ皆さんにも中国語これから学んでいただきたいというところで思ってます。そしてなんとですね、今日は、アルファで中国語アドバイザーをしていただいている K さんからお話をいただくんですが、中国語、ビジネス中国語が半年でマスターできると。で、どうやったらマスター、どうやったらそんな短期間でマスターできるのかっていう話も交えてお話をしていただきたいと思います。それでは K さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、今日はですね、ビジネス中国語を半年でマスターした方法と、なぜそもそもその中国語が必要なのかとか、中国語ができることでどんなメリットがあるかっていうのを、自分の体験談とかも交えて説明できればと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、僕、ケイと申しまして、大学院が上海の、交通大学というところの2年生の、大学院を卒業しました。留学期間はコロナとかが全然流行る前だったんですけれども、2016年から2018年。で、MBA の、職歴のいらないバージョンみたいな、そういったコースに在籍しておりましたと。で、授業は、英語も中国語も両方あったので、TOEFL だとか、HSK っていう、中国語、英語の資格に関してはかなり、高い得点を持って、留学をしました。こういったところも後ほど、説明できればと思うんですけども、そもそも僕の言っていた、上海交通大学というところについてお話しすると、結構歴史の深い大学でして、ジャオダーっていうような愛称で呼ばれている、創立からもう120年経つ大学ですと。で、中国の大学には国家重点大学っていうような、国からサポートを受けている大学があって、その中でも結構、5本の指に入るような大学におりました。有名な人だと江沢民さんとかが卒業していたり、あと中国の NBA 選手のヤオミンっていう人が、いるんですけども、その人も実はここを最近卒業してるんですね。あとはタイムズ、ハイヤーエデュケーションとか、世界の大学ランキングを発表している大学としても知られていますね。タイムズとは別の、大学ランキングとかを発表しているところですね。で、MBA とかの、クオリティも結構世界でも評価されているというところを見ても、結構中国でもやっぱり最近留学生とかが増えてきているっていうようなところも、実はあるっていうのも知っておいてほしいですね。で、僕の自己紹介とか大学に関してはここまでなんですけれども、今回は2つのトピックをメインで説明させていただきます。まずですね、中国語学習のメリット、就活動化の控えている学生さんですとか、社会人でキャリアアップ、留学を考えている人にとって、中国語って、学ぶとどういうメリットがあるかっていうのがまず一つ。で、そして二つ目に、その、中国語の到達度を表すために、HSK っていう資格があるんですけども、それに、最短で合格する方法っていうのを説明していきます。まずですね、中国語学習のメリット。先ほど冒頭の方でも説明があったんですけれども、今、ビジネスにおいて中国の存在感ってすごく大きくなっているんですね。そもそも知ってるよっていう人ももしかしたらいると思うんですけど、30年前とかの世界時価総額ランキングとかには、結構日本の企業とか、アメリカの企業が独占していたっていう状況だったんですけど、今だと上位の10社のうち2社が中国企業なんですね。アリババとテンセントっていう、企業で皆さんもご存知だと思うんですけれども、それぐらい、中国の企業の台頭っていうのは世界でも捉えられている
まあ、動きとしてあるんですね。まあ、知ってるよっていう方ももちろん多いと思うんですけど、まあ、企業の中国依存度っていうのもかなり高くなっています。まあ、例えば、製造業だと部品とかを作っているのが中国だったり、まあ、あとはインバウンド需要ですね。まあ、サービス産業の中でも、まあ、旅行とかに関しては、まあ、日本はすごい中国に依存しているというような現状が実はあります。で、ちょっと詳しい方であると、まあ、もう中国よりも東南アジアでしょっていうような考えを持っている方も非常に多いと思うんですけれども、まあ、僕ここら辺を大学院で研究していまして、東南アジア各国の中国への依存度もまた高いと。まあ、そうなってくると、まあ、たとえチャイナプラスワンみたいな政策によって東南アジアに生産拠点をシフトしていても、まあ、結局はそのシフトした先の国が中国に依存していると。まあ、そういったところを考えると、まあ、どこまで行っても、まあ、アジアのビジネスにおいては中国っていうのは無視できない存在になってきてるんですね。まあ、これで、まあ、マクロ的な観点でどれだけ中国が存在感を増しているか、どんだけビジネスに必要なのかっていうのを分かっていただいたかと思います。でですね、まあ、そうやって世界情勢が変わっていく中で、まあ、果たして今後必要な能力って英語だけなんでしょうか。まあ、皆さんの中には TOEIC とか、まあ、TOEFL っていうのを受験された方とか、まあ、もうすでに高得点を持っているよという方もいるとは思うんですけれども、まあ、中国語の資格の受験者って、まあ、中国語の二大資格、HSK と、まあ、中国語検定。これを合わせても、まあ、年間だいたい 6.4 万人。これぐらいしかいないんですね。一方で、まあ、TOEIC 受験者っていうのは年間200万人以上います。まあ、これだけビジネスで、まあ、中国っていう国が台頭してきている中で、まだまだ中国人材って日本には足りてないのかなというのが、まあ、僕の調べた結果でして、まあ、正直、日本の企業の中にも、もうすでに、中国語人材をすごい求めているような企業とかもあるとは思うんですけれども、それでもまだ中国語人材ってかなり希少性の高い人材だと思うんですね。まあ、なので、世界が変わってきていますと。まあ、中国だとかアジアを中心になってきていますと。まあ、その中で英語だけじゃなくて、中国語を学ぶメリットっていうのを学生さんと、まあ、社会人にそれぞれ考えてみると、まず就活、まあ、学生にとっては就活で、まあ、周りと圧倒的な差がつけられると。まあ、英語だけできますよっていうような人材と、まあ、英語もできて中国語もできますよっていう人材であったら、もちろん後者の方が、まあ、市場価値はもちろん高いですよね。まあ、それ以上に例えば学生時代力を入れたことだとか、リーダーシップだとか、まあ、会計の知識とか、そういったものももちろん必要なんですけれども、最後、そこが同じだったときに何か上回るものがあるかっていうのが結構就活では大事になってくるんじゃないかなと思います。さらに、そもそも中国語できるっていうことで、将来の選択肢が学生のうちから広がるんですね。日本のグローバル企業、米国を目指すだけではなくて、今後大きくなっていく中国の市場とかを目指すっていうような、そういう選択肢を自分で広げることができるっていうのが、まあ、学生の皆さんにとってのメリットだと思います。それでですね、まあ、社会人の皆さんにとっては、まあ、中国語を学ぶことで、社内でも希少な、まあ、中国語人材として、まあ、アピールすることができますと。で、まあ、皆さんの会社に、まあ、どれだけそういう人材がいるかにもよるんですけども、かなり少ないのかなと思います。そういった人材って。で、かつ、僕の体験談を後ほどお話しするんですけども、まあ、社会人から大学院に行く方って結構増えているとは思うんですね。まあ、そこで選択肢の一つとして、まあ、中国の大学院に留学する、まあ、台湾ですとか、香港とかも含めた中華圏への留学っていうのが視野に入ってくるというようなメリットもあります。ありがとうございます。ちょっといいです。はい、すみません。はい、おっしゃる通りで、就活とか、あとはその社内に入ってから、やっぱり中国語ができるって非常に、もう今はまだ強みとしてすごい使えますよね。私の、知り合いも中国語と英語と日本語がトリリンガルでペラペラの人がですね、製薬会社に入って数年で、もうなんか中国の、とかアジアのマーケット任されて、
日本とアメリカと中国行ったり来たりしながらすごく活躍されている方も、まあ、いらっしゃいますし、それからアルファでも、特に、まあ、香港、今香港がすごく人気があります、まあ、中国も人気あるんですけど、MBA とか大学院とかですね、やっぱり中国語ができると後からケイさんにもお話しいただきますけれども、留学してからも非常に大きなメリットがあるというところで、まあ、確かになという感じですね。そうですね、まあ、僕の体験談を実際にお話しすると、まあ、例えばその中国語ができるっていうだけで中国の大学院に留学するときとかに全額免除の奨学金をもらえる可能性っていうのが高くなったりするんですね。全額免除ってすごいですね。そうですね、結構、うん、まあ、高いレベルの中国語を操れると、まあ、中国の側としてもそういう学生に来てほしいみたいな観点があるので、はいはい、なるほど、まあ、もしその社会人で留学を目指している方であれば、こういう留学の障壁となるようなお金っていう観点でも、まあ、メリットが受けられると。そうですね、まさにその費用のところでやっぱり踏みとどまっちゃう人って非常に多いんですよね。だからもう費用も免除になるし自分のスキルも上がるしっていうところで、もうなんかメリットしかないっていう感じですね。そうですね、まあ、これだけメリットがあるのであれば、まあ、その中国語に費やす費用とか、まあ、学習に費やす費用っていうのはかなりその後のリターンが大きいので、うん、本当ですね、今のうちに自己投資するべきだなって個人的には思いますね、うん、あとはそうですね、まあ、先にその社内での活躍っていうお話、ちょっとその製薬業界の方の話とかもあったと思うんですけども、まあ、僕も今そのデジタルマーケティングの企業に勤めているんですけども、そういった中でですね、中国の企業とかと関わるときには必ずまあ僕にチャンスが回ってくるみたいなこともありまして、まあ、中国語と英語が両方できるっていう人材ってまかなり少ないんですね。なのでそれを持っていると社内でまあ唯一英語も中国語もできる人材だっていうふうに思われて、まあ、チャンスが回ってくる、まあ、僕はそのアジアのマーケットを任されるぐらいにはまだ到達はしてないんですけれども、まあ結果的にチャンスが回ってくるっていうことは、まあそこで自分が専門性を発揮すればまあどんどん上に行けるっていうような考え方もできるので、まあ学生時代につけておいてよかったなと非常に思っております。あとはそうですね、これは学生時代から今に至るまでなんですけど、まあ、フリーランスの翻訳者としてですね、中国語を活かして、まあ、副業収入っていうか、バイトをしなくても、収入が入ってくるみたいな状態が続いているので、まあ、今すごい働き方に自由度が出てきているような、まあ、社会情勢の中で、まあ、こういったスキルがあるっていうのは、すごいプラスなんじゃないかなと思いますね。そうですね。まあ、今おっしゃったようにもうデジタルマーケティングってね、しかもこれから非常にもうニーズもどんどん高まってる中 でそこで英語も中国語もしかもね日本語 もペラペラなので最強人材っていう感じですよね。そうですね、中国の、まあ、企業アリババとかテンセントとかもう、まあ、結構デジタルマーケティングとか、まあ、IT の方に結構振り切っている企業があるので、この領域で専門性かける英語っていう英語と中国語っていうのはもうかなり市場価値が高いのかなと思います、うん、そうですね。あとそのフリーランスの翻訳者っていうのもなんか思いつきそうで、私Kさんから伺うまで意外と思いつかなかったですけど、なるほど、ね、これからもう中国語のそれこそ中国のビジネスも日本も頼ってるところもあるし、はい、おそらくどんどん増えていきますもんね、需要が。そうですね、特に今コロナの状況があったとしても、うん、フリーランスの翻訳っていうのは結構需要がありまして、まあ、例えばそのコロナで、まあ、日本にある中国企業が何か告知を出したいと、まあ、日本にいる社員に向けて、で中国語で出した告知をフリーランスの僕らに日本語に翻訳させて社内に回すみたいな、そういったところで需要が出てきたりとか。そうですよね、なんかね、英語で翻訳とか英語をこうトランスレーションできる人っていうのは結構もう普通になってきてますけど、まだじゃあ中国語フリーランスっていうのは、はい、中国語翻訳っていうのはかなりもう売り手市場っていう感じなんですね。そうですね、リンクトインとかで全然直接
案件が来たりとか、まあ、中国語で、リンクトインで、なるほど。そうですね、リンクトインで中国の、翻訳会社の人から、まあ、お前、中国語、日本語できるんだろうって言われて、あ、できますよって言ったら、もうそれだけで仕事が来るみたいな。ああ、それすごいアピールになりますね。そうですね。まあ、結構、どんどん自分からこうアピールしていくっていうのが、やっぱ中国ビジネスでのポイントだったりするので。そうですよね。もうアメリカとか中国はリンクドインでバンバン自分をセールスするっていう感じですよね。そうですね。ありがとうございます。はい。はい、まあ、そういった感じで、まあ、実際に中国語を持っている、中国語スキルを持っているっていうだけで、結構、得しているっていうのが、まあ、僕の体験としてあるので、まあ、ぜひね、中国語を始めるきっかけを皆さんの方でも作ってほしいなと思います。ね、あと、そのちょっと最初のこの、すごい気になる全額免除の、この件についても、ぜひまた他の機会にですね、はい、動画でお話しいただければ、このね、1000万円、だって中国語をね、アルファでもそれこそ勉強計算みたいな形見ていただくのって、もうなんか、本当、少額の投資じゃないですか。それでもうね、はい、これだけのメリットが得られるっていうのは大きいので。そうですね。ちょっと留学の話もまた、はい、ぜひそこも、させてください。はい、ありがとう。ではですね、まあ、ここまでで、その、中国語を学ぶメリットみたいなところを説明させていただいたんですけれども、まあ、じゃあ何を目標にやっていけばいいのかと。まあ、これから英語だけで勝てる時代が終わって、まあ、中国語人材の需要が伸びていって、まあ、そこで中国語を学びたいとなったときに、まあ、何を目標に、やればいいか。というところで、まあ、僕としては資格試験っていうのをまずお勧めしますと。で、中国語の資格って実は2つ、まあ、メインのものがあって、1つは日本の、団体がやっている中国語検定、もう1つは看護水平講師って言われる、まあ、HSK っていうものですね。で、まあ、この2つがあるんですけども、僕は断然 HSK の方をお勧めしますと。まあ、なぜかっていうと、まあ、中国語検定は日本でのみ採用されている資格制度なんですね。まあ、漢字検定とかドイツ語検定とか、そういったものと同じで日本だけで使用されていて、かつなんか重箱の隅をつつくような、あんまり実用的でない問題とかが結構多かったりするんですね。まあ、それと比べて HSK っていうのは、まあ、中国政府が公認している資格なんですね。で、かつ全世界で使われているので、まあ、今後グローバルな視点で、まあ、キャリアを築いていく方にとっては、ライバルって日本の人だけじゃないんですよね。まあ、海外の、まあ、IB リーグとか、そういうところを卒業した優秀な人たちとか、まあ、そういう人たちがもし中国語を学ぶってなったら、絶対 HSK を受けるんですよ。そこで、まあ、同じ基準で資格ができる。まあ、かつ、中国政府に認められている資格の保有者っていうのは、絶対グローバルで通用する資格なんですね。で、かつ、そうですね、基礎的で、かつ実用的な問題が多いので、まあ、実際に留学に行っても使えるようなスキルが身につくっていうのもメリットとしてあります。で、この HSK っていうのは、日本の何々検定とかと違って、まあ、1級が一番下、6級が一番高いっていうような、級付けがされております。で、まあ、6級が最高レベルなんですけども、それ以外にも、HSKK っていうのがもう一個ありまして、まあ、それは、スピーキングに特化した資格もあるので、まあ、日本だと TOEIC の、普段皆さんが受けてるやつって、まあ、リーディングとリスニングに特化しているんですけども、まあ、TOEIC にも、スピーキング、ライティングがあるように、まあ、HSK にもスピーキングの資格が用意されています。まあ、この HSK と HSKK を持っているっていうだけでも、筆記的な中国語と、あと実用的に会話する中国語、両方できるっていうような証明につながるので、まあ、断然 HSK をお勧めいたします。で、ただですね、その HSK、いきなり6級とか目指すのは難しいのかなとは思うんですけども、ただ、その上から2番目の HSK の5級っていう資格であったら、ちゃんと方法を考えれば半年でいけると思います。で、思いますというよりは、これはもう僕の実体験として、まあ、僕は HSK5 級に、まあ、知識ゼロの状態から半年で受かっていますと。で、その時に、
まあ、作り上げた方法論とかをちょっと解説していければと思います。でですね、まあ、そもそも HSK5 級って、まあ、どういったレベルなのかっていうお話なんですけど、まあ、これ HSK の公式サイトに載ってるのでぜひチェックしてほしいんですけども、まあ、大体週に2回から4回の授業を、まあ、2年間以上習って、まあ、中国の新聞雑誌読んだりとか、まあ、日常生活が普通に送れるレベルですよっていうことですね、簡単に言うと。で、かつ、その、試験っていうのはマークシート式で、まあ、300点満点のうち、まあ、6割で合格扱いっていうような試験なんですね。で、内容は、まあ、リスニングと、まあ、リーディングと、あとはライティング、この3つだけです。で、おそらくこれを見てちょっと難しいかなって思われる方もいるとは思うんですけれども、まあ、ちゃんとこの求められているレベルっていうのを細分化しましょうと。細分化というか実際に具体的に計算してみましょうと。僕は大事なことだと思うんですけども。まあ、そうすると、まあ、大学生の方とかの、まあ、授業の数で計算すると、まあ、大体180から360時間ぐらいの勉強時間で実は浮かれてしまうんですね。で、これを、もしマックスの360時間で計算したとしても、まあ、1日1時間で1年かければ受かりますし、1日2時間とか、週末に、大きな時間が取れるのであれば、半年とか、まあ、さらに言うともっと集中すれば、たった数ヶ月で取れてしまうんですね。さらに、はい。すごく意外ですね。やはりね、私たち英語って義務教育である程度こうベースは習うので、なんかこう、はい、ハードルがちょっと多分中国に比べて低いんですけど、中国語ってなんか結構未知の部分があるじゃないですか、まあ、漢字は馴染みがあってもね、はい、難しいとか、うんうん、こんなにねやっぱ細分化していくとそのぐらいに落とせるってことですね。そうですね。例えば英語って、まあ、おっしゃったようにベースができたりするので、同時にどこまで目標を設定すればいいのかっていうのが分かりづらかったりするんですね。ただ逆に中国語ってみんなゼロじゃないですか、ほとんどの人が。そうですね。だからゼロでスタートラインが一緒だからこそ目標の設定もしやすいのかなと。なるほど。いうなのが個人的に思ってますね。で、例えば今ちょうど漢字っていうお話をしていただいたんですけども、まあ、日本人として、まあ、大きなアドバンテージがその漢字だと思うんですね。で、今説明したような、まあ、大体半年から1年で受かれるっていう根拠として、まあ、僕らが中国語の試験合格に必要な単語の6割ぐらいは分かるというか予想ができるというふうに僕は思っています。で、例えばこの下にある表っていうのは実際に5級に必要な2500語っていう中から何個か抜粋してきたんですけども、これほとんど漢字さえ分かれば意味が分かるというか類推できるようなものが多いんですね。まあ、把握とかそのまま把握っていう漢字を書きますし、まあ、見てみるとなんかこれちょっと面白いなって思ってもらえばいいんですけども、まあこの漢字も一緒、意味も一緒っていうのがほとんどだったりとかするんですね。そうですね。本当に結構一緒ですね。そうですよね。なんか例えば、下から4つ目の部門とかって漢字がちょっと崩されているだけで、ほとんど同じじゃないですか。そうですね。なのでこれが分かっちゃうと、だんだん中国語が楽しくなってきたりとかするかなと思うんですね。なるほど。これ面白いですね。なんか、漢字って同じのはあってもそうは言ってもっていう、こう結構ハードルが、心理的な障害があったんですけど、はい、がすごくいい取っかかりですね。そうですね。こう一歩踏み出してみると、まあ、実はそんなに難しくなかったっていうきっかけができると、まあ、どんどん学習も進むかなっていうイメージですね。なるほど。なのでこういったところを根拠に、僕はまあ、HSK5 級だったら、まあ、半年でクリアできるかなと思っていて、まあ、先ほどみんなベースがゼロだと、中国語に関しては知識がほぼ
こうゼロの状態から挑んでるっていうふうなお話をしたんですけれども、だからこそその求められてる基準に対して愚直にそれができるようになればいいっていうような、まあ、勉強 の, あの理論を作っていまして、例えば呼吸のレベルって新聞雑誌が読めたりテレビ映画を見てたり、あとはちょっとしたスピーチができるっていうようなあの基準が書いてあるので、まあ、それができるようになればもう合格っていうような、まあ、単純な考え方をすると、まあ、中国の新聞読んだりとか、まあ、映画とかテレビを見るとか、まあ、スピーチをしてみるとか、もう単純にあの一問一答と同じでこういったことをできるようになってください、じゃあそれをやりましょうっていうような、それだけの単純なお話だと思うんです。なのでその先ほど漢字を見て、まあ、面白いなと思っていただいた方とか、まあ、そういったきっかけを作ったり、まあ、日本語との相違点を研究するっていうのを1ヶ月目にやると、まあ、例えば中国語であの勉強っていうあの漢字を書くと、あの日本語だとあの学習するとか、あの勉強するっていう漢字を書くと学習するとかっていう意味だと思いますけど、中国語だとそれがあの人に強制させるとか、まあ、そういった意味になったりするんですね。まあ、なので、まあ、日本語でも使われている漢字で中国語では違う意味っていうのを、まあ、自分でまとめてみるとか、逆に一緒のものは一緒なんで、まあ、そこはすっ飛ばしてあのどんどん進めていけるので、まあ、そういったあの研究ですね。1ヶ月前は研究をすると中国語に関するで、それが終わってから、まあ、だんだんその過去問を使ったりとか、まあ、簡単なリスニングとかを始めて、まあ、ドラマを見て、まあ、ニュースを見てっていう風に段階を上げていくっていう、まあ、ただこれだけでもう半年後には中国語の、一番上から2番目の、あの2つ目の資格に、まあ、挑戦ができると、まあ、僕は確信を持って言えますと。まあ、ただですね、その最短合格するためというか、まあ、今後、まあ、就活とかに使うのであれば、まあ、3年生の方とかだったら、まあ、早めにもう受けておかないと、あの、履歴書には記入できませんし、まあ、あの、キャリアアップのために、あの、中国語を考えている方に関しても、あの、時間がそこまで取れなかったりとか、あの、何から始めたらいいのか分かんないという方がいて、結局、自分で始めると、あの、最短合格どころか、その、HSK 呼吸には受かんないというような状況になってしまうと、まあ、僕としては思っておりますと。まあ、なぜかというと、教材とか、まあ、情報収集にかけるお金とか時間がすごい無駄だと思うんですね。まあ、これに関しては、まあ、教材は、あの、フリーで、あの、取得できるところもいっぱいありますし、まあ、知ってる人にその、方法論とかを聞くのが、まあ、一番、まあ、有益だと思うからですね。まあ、その、自分一人でやりたいみたいな、あの、意思を持って中国語に挑んだとしても、途中で、あの、つまずいて聞く人もいなくなって、で、結果的に諦めちゃうっていうパターンが、まあ、大多数なのかなと、僕的には思ってます。で、かつ先ほど合格基準を、あの、かなり詳しくというか、しつこく、あの、出した理由としては、まあ、その、合格基準をただ合わせに行くだけっていうのが、その、試験に最短合格するポイントなので、まあ、例えば HSK の4級、まあ、上から3つ目ですね、とかの受験っていうのは正直必要ないと思ってます。ここを、勘違いというか、まあ、段階的に受けていくものだと勘違いして、まあ、4級合格までに1年費やすとか、っていうパターンも結構あると思うんですね。まあ、ただそれを、必要ないっていうふうに、ちゃんと認識できるっていうのがまず大事だと思います。で、最後のポイントとしては、まあ、ちゃんと合格した人とか、まあ、中国語ネイティブの人とかっていうのを、まあ、活用して、勉強していくっていうのが一番の近道です。まあ、時間かければいずれ受かるんですね、この試験っていうのは。まあ、TOEIC でも多分100回ぐらい受ければみんな900点とか、それぐらい行くっていうのは難しくないと思うんですけど、まあ、皆さん、就活ですとか、まあ、キャリアアップって、何らかの期限があると思うんですね。まあ、例えば、社会人になって5年目までには MBA に挑戦したいとか、まあ、就活まであと1年だから何か準備がしたいとか、まあ、そういった時間的な制約がある中で、まあ、自分 の, 感覚に頼ってとか、自分だけで何かやろうとするっていうのはあまり賢くないかなと思うので、そういったところで、まあ、中国語のネイティブとか、まあ、合格した人っていうのを活用していくっていうのが一番大事だと思います。ありがとうございます。
もう本当にこれおっしゃる通りで、もうアルファでも散々多分動画で出してるんですけども、やっぱりこう自分でやってみますって言ってすごい失敗してからまた来て、結局半年1年無駄にしましたっていう人って非常に多いですよね。そうですね。でもうそこの期間に、ね、時間もお金も本当に無駄になるので、まあアルファでそういうね、K さんみたいな優秀なアドバイザーとかにこう聞くのが一番本当に早いと思うんですよね。はい、うん、そうですよね。あと情報収集っていうところでちょっと思ったんですけど、それこそ情報収集ってこの、まあ、勉強の情報収集もそうですし、こう中国語、中国コミュニティっていうんですかね、はい、でその手に入るこうお得な情報っていうか、はい、世界情勢に関するものだったりとか、こうキャリアに関するものだったりとかって非常に多い気がするんですけど、そういうのも中国語ができるとアクセスしやすいっていうのもありますかね。はい、そうですね、まあ、例えばその、まあ、WeChat っていう中国人が使ってるアプリですとか、まあ、そういうので、まあ、翻訳者とか日本人留学生とかのコミュニティに入ることができたりとか、あとはその Facebook とかでも、まあ、中国語話者とか中国語学習者のコミュニティっていうのはあるので、そういったところで最新の中国に関する情報ですとか学習情報とかもどんどん手に入ってくるっていうのがあるので、情報の動線が増えますね、かなり。そうですよね。いや、私も今アメリカで周りに中国人の留学生がたくさんいるんですけども、私はまだ中国語は全然わからないのであれなんですけど、中国人のなんていうんですかね、情報網っていうか、はい、なんかすごいなと思っていて、いつも。そうですね。ちょっと私もぜひこれを機会に僕を勉強したくなるぐらいすごいなと、ちょっと勉強しようかなと思いましたけれども。ぜひ試してみてください。そうですよね。はい、ありがとうございます。はい、本当にここにあるように、やっぱり、まあ、中国語に限らずですけれども、こうプロに聞くで、本当に今日お話しいただいたみたいな、皆さんお話聞いてでも多分わかると思うんですけど、まあ、優秀なアドバイザーがたくさんいるので、ぜひアルファでも、まあ、ご興味のある方はですね、中国語学んでみたいなという方は無料相談でいつでもご相談いただければなと思います。まあ、中国留学の話とかもできますし、一度ご相談をいただけるといいかなと思います。それから今こうコロナの自粛で結構こう学校がお休みだったりとか、在宅勤務でタイムマネジメントとかもしやすいと思うので、もうこの機会にですね、結構スタートダッシュが大事ですよね、やっぱりベースを作るところですので、こうちょっとでも興味がある方はぜひ始めてみるのをすごくおすすめしますね。はい、ということで、じゃあ K さん、今日はどうも貴重なお話本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ぜひまた奨学金とか留学の話についてもよろしくお願いします。はい、ぜひ相談しに来てください。はい、ありがとうございます。あとね、アドバイザーも引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で皆さん今日の動画を見てですね、まあ、ぜひご興味を持っていただければと思いますし、まあ、参考になったなという方はぜひ高評価のボタンもよろしくお願いします。それからチャンネル登録をしていただくと最新の情報も届きますので、ぜひこれからも、ご視聴よろしくお願いします。それでは失礼いたします。